はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、欅坂46のメンバーがですね、番組内でロケに行ったんですけども、そこでですね、ロケ先の人に対してめちゃくちゃ失礼な態度を取った結果ですね、その人にブチギレられるという事件があったんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてそこからわかるですね、今回の件は欅坂46、そしてこの番組の MC である芸人の澤部さんと土田さん、そして番組そのものも、すべてがもう何一つ良くなかった、全員まとめて悪かったっていうですね、このあたりについてですね、僕なりにいろいろと解説の方をしていきたいと思います。まずですね、今回の件の詳細をね話していきます。番組はですね、2020年4月18日に放送された欅坂46の冠番組、欅ってかけない内で起きます。これ何かというとですね、渡辺里香さんと長澤奈々子さんというですね、まあ2人ともですね、20歳超えてるのかな、もう20歳超えてるですね、まあ大人の方のメンバーですよね。はい。の2人がですね、そのパン屋さんになりたい、パン屋修行に行くみたいな、そんな感じの企画なんですよね。まあここまではですね、なんかアイドルらしいと言いますか、ほのぼのとしたよくある感じですよね。はい。でですね、このパン屋修行に行くわけなんですけども、どこに行ったかというとですね、この広瀬さんというですね、このパン屋さん、これもう結構おじさんなんですよね。いくつくらいか、多分40過ぎとかそんくらいかな、なおね、ちょっと太った感じのおじさんなんですけども、この方ですね、どうやらそのパン屋界ではですね、かなり有名な方らしいんですね。美味しいパンを作る、で時には厳しくみたいなね、はい、そんな感じのおじさんなんですけども、この人のお店にですね、まあ行ってみたらそのパン屋修行に行きますよみたいな企画なんですね。でですね、そこの先でですね、このね、広瀬さんがですね、まずそのパンを作る前に、二人にちゃんとね、きっちり話をするんですね。はい。それはどんなことを言ったかっていうとですね、まあ、例えばですけど、アイドルだからって甘えてちゃいけないよと。ね、パンを作る以上、パン職人としての自覚を持ってちゃんとやりましょうとね。あと大事なのは、何か教えた際は大きな声できちんと返事をしましょうね、みたいな感じで教えるんですね。はい。ちなみに言っておきますけど、この段階では広瀬さん全く切れてないですからね。はい。ちなみにここで広瀬さん切れたら、本当に広瀬さんがやばいやつになっちゃいますからね。はい。ただですね、このね、広瀬さんの話に対してこの2人がですね、あんまり返事しないんですよね。はい。あんまり。だから広瀬さんがいいですかと、こうこうこうでこういう風にやってきますからね、きちんとね、大きな声で返事するようにねって言っても、はい、みたいな感じで、なんか返事をちゃんとしないんですね。はい。だから広瀬さんもそのあたりカチンと来て、何回かやり直させるんですね、返事を。でも、それでもなかなか言わないんですよ。これってこの段階でもかなりやばいですよね。はい。先ほども言いましたけど、渡辺さんと長澤さんはもう20歳超えてますからね。はい。まあ僕も社会人ですし、皆さんもこの動画見てる方はね、大人が多いと思うんですけども、自分が働いてるね、仕事先で、まあ新入社員だったりが入って2年目、3年目の子に対して何か仕事を教えた際に、その人が返事もしなかったら、それは普通に考えて怒りますよね。てか、大人が何やってんだって話ですからね。はい。小学生とかだったら、まあ、まあ、まだって感じですけどね。はい。中学生とかでもね、返事できなかったらね、ちょっと怒られて当たり前みたいなのがありますからね。はい。でですね、こっからさらに悪い空気に発展していってしまうんですね。はい。広瀬さんがですね、その後パンをですね、二人に教えるんですけども、二人がですね、まあ返事しないんですね。返事を。したりしなかったり、したとしてもめちゃくちゃちっちゃい声みたいな。はい。で、最終的にですね、全く返事をしないってとこまで行っちゃうわけなんですよ。でですね、もうほんと広瀬さんのことを無視するみたいな感じになっちゃうんですね。はい。で、その結果何が起きたかっていうと、広瀬さんがついにブチ切れるんですよ。ついに。どんな感じで切れたかっていうと、返事は？みたいな。なんでさっきから君たちは返事をしないんだと。ね。返事は社会生活の基本だろうとか言ってめちゃ切れるんですね。はい。そして広瀬さんのことは正論プリですよね。もう一度言いますよ。返事は社会生活の基本だろうっていうね。まさにその通りですよね。返事っていうのは社会生活の基本ですよね。仕事できるできない云々とかじゃなくてって話ですね。返事っていうのはね、大事ですよね。はい。もう何を当たり前のことって話なんですけど、何を、そんな当たり前のことを言われてるっていうね、その二十歳過ぎの女の子がっていうね、状況になっちゃったわけなんですよ。で、結局ですね、それで広瀬さんはめちゃくちゃ切れて、もうロケを中断してしまうんですね。そんな態度だったらもう俺はね、パン作りなんて教えたくないみたいな感じになって。で、その後二人が謝りに行って、そこでまた広瀬さんがすごくいいこと言うんですよね。はい。あなたたちはね、アイドルで人に夢や希望を与えるね、存在なんだから、きちんと人に崇拝されるような人間になってほしいみたいなね。だからこそ返事とかこういう態度はすごい大事なんだよみたいな、すごくいいことを言ってくれるわけなんですね。で、まあ、最終的にはですね、怒られて、怒られながらもちゃんとパン作りました、ちゃんちゃん、みたいな感じで終わったんですよ。はい。ただですね、やはりこの動画、どう考えてもですね、ちょっと見てる人たちのですね、気持ちをざわつかせたんですよね。はい。実践問題ですね、この放送後ツイッターではですね、ファンの人たちから、いや、欅坂46、いや、歌やダンスは本当に好きだけど、これはないわ、とかね。そういった人たちの書き込みはかなり多かったんですよ。まあ、確かにそうですよね。アイドルってやっぱ応援してる人って結構大人の人が多かったりしますから、大人っていうのは、まあ、僕らもあなたもそうだと思います。
ですけども、社会に出てですね、普通に働いてるわけじゃないですか。そういった身からすると、やっぱりですね、こういったことがね、まともにできない二十歳過ぎの子に対して、それはね、憤りを感じるっていうのは当たり前ですよね。はい。ただ、この後が問題だったんですよ。何が起きたかっていうと、そういう風に、ほとんどのファンの人たちは、いや、さすがにちょっと、欅坂46、これはちょっとまずいんじゃねえのかみたいな感じだったんですけど、中にはですね、いや、むしろ広瀬が悪くねっていう人が出てきたんですね、ファンの中には。うん。いや、長澤さんも渡辺さんも一生懸命やったじゃん。それをね、あんなに切れることないんだろ。広瀬ムカつくな、みたいな人が出始めたんですね。はい。その結果何が起きたかっていうとですね、まさに二次災害なんですけども、なんとですね、広瀬さんのお店のですね、パン屋さんですね、パン屋さんのレビューサイトがですね、星1個つけられまくって荒らされまくるっていう事態になっちゃったんですね。はい。で、その結果、それをですね、まあ、誰かがツイッターでスクショして、大変だ、広瀬さんのお店のね、のレビューがですね、一部の厄介オタに対、オタのせいで荒らされまくってるぞ、みたいな感じで、またツイッターでそれを拡散して、それが広まって、うわ、欅坂46のファンって最悪だね、みたいな雰囲気になってるっていうのがですね、今までの一連の流れなんですね。うん。で、さらに言うとですね、その後のですね、MC も悪かったんですね。はい。この VTR を見た後に、当たり前ですけど、スタジオに帰るわけじゃないですか。はい。そこでですね、まあね、澤部さんとか、まあ、土田さんがですね、まあ、MC をやってるんですけども、この二人がですね、まあ、多分笑いにしようとは思ったと思うんですけど、ね、笑いにしようと。うん。思ってですね、最初の方はですね、その VTR をやっぱ笑いながら見てたりしたんですよ。はい。俺たちももう諦めてるからね、みたいなこと言いながら。うん。つまり、この二人が何を言っても返事しないっていう状況が、番組内でも割と出来上がってたんですね。はい。で、最終的に澤部さんがちょっと怒り口調で、もっとこうこうこうだからちゃんとしないとダメだよって言うんですけど、それに対しても返事せずに返事はみたいな感じで、あーみたいな感じ で笑いにして終わろうとしたんですね。とにかく、うん、最終的にその澤部さんが切れたんですけども、まあ、切れてるって言ってもマジ切れじゃないですよね、切れたんですけども、それに対しても返事をしなくて、返事はわーっていう感じで終わったんですね。うん。ただこれもまずい、これもまずい。うん。まあ、確かにですよ、確かにこのままだと本当ね、なんかのアイドル番組っていうかドキュメント番組みたいな VTR でしたから、うん、ね、それで終わるのは確かにこのね、欅って書けないっていうのはバラエティ番組なわけなんですから、最後くらいを笑いで終わりましょうっていうことで、まあ澤部さんもですね、まあ言ってみたら返事されないことを分かった上で言ってる感じだったんですよ。うん。ただですね、ただこの状況で茶化すのはやっぱりまずいんですね。まずい。うん。すごくまずい。はい。まあ、番組制作側のね、意図もわかりますよ。このまま終わったら本当に欅坂46が悪いやつになるかが見ててどんよりした番組になっちゃうから、最後の最後でなんか人笑いみたいな感じの編集をして、まあ、終わろうって思った。そこはね、わかるんですよ。ただ、やっぱりですね、その VTR 内がですね、あまりに欅坂46の方にが、もう100-0で悪いんで、そんな状況においてですね、ふざけてあははって感じにして終わったら、世間の人たちはですね、こいつら反省してねえんじゃねえのかと思われて、それは当然ですよね。当然。うん。ねえ、だってもう今回の件ではっきり言っちゃいますけど、100-0で欅坂46が悪いじゃないですか。広瀬さんは何も悪くないですよね。うん。ねえ、だからですね、今回の件っていうのは、まあね、なかなか擁護できないことになってるんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱね、そのバラエティ番組で ですね、やっぱり大事なことっていうのは、元気さとか明るさなんですよね。うん。やっぱりその女の子、よくね、女性タレントだったらアイドルの子たちってバラエティ番組やったりしますけど、正直言って能力的に言えば芸人さんたちに勝てるわけってないじゃないですか。ってなると、そういった状況においてですね、そのね、タレント、女性タレントだったりとか、アイドルの子たちが何が大事になってくるかっていうと、元気よく一生懸命ちゃんと参加するってこれだけなんですよね。はい。能力というよりもですね、そこなんですよ、大事なのは。だから皆さんもですね、テレビ番組とか見てて、いわゆるそのね、バラエティで活躍されてるアイドルの人たちって、みんな明るくて元気で、好感度高いですよね。はい。ただやっぱり、欅坂46っていうのは、このですね、欅って書けないの番組内でもですね、とにかく態度が悪くて有名だったんですよね。うん。まあ、態度が悪いって言うとあれですけども、要はそのバラエティに関してあんまり乗り気じゃないみたいな、なんかちょっとどっかですね、冷めた感じでずっと参加してるみたいな感じですね。結構その辺はですね、有名だったんですね。うん。まあ、乃木坂ってどことかです。ね、あの日向坂とかもそうですけど、日向坂や乃木坂がですね、同じようにバラエティ番組やってるんですけど、その番組はめちゃくちゃ評判が良かったんですね。 MC の人たちと和気あいあいと、本当にアイドルの女の子が楽しくやってますみたいな感じに対して、すごく欅って書けないはですね、常に殺伐とした空気だったんですね。うん。まあ、もちろんですね、もちろんそれを番組の一つの色、個性と捉えて、これが欅坂ってどこのね、面白いとこ、欅坂って書けないの面白いとこなんだよっていう人がいたのも事実なんですよ。はい。ただですね、これやっぱ一番大事なのは何かっていうと、たとえね、たとえじゃあ欅坂がですね、この番組内でどっかね、拗ねてると言いますか、やる気ない感じなのが面白いこの番組の特徴だとしても、だとしたらそれはですね、番組内でだけやるべきなんですね。番組内だけで。うん。それを外に出してしまうから、こんなことになってしまうんですよ。はい。番組内ではこう
こういう風にやる気ない、返事しないみたいなのが、一個の面白さに、例えばですよ、見てる人からするとなってたとしても、こう、ノリと言いますかね。はい。この番組内のノリとして完結してたとしても、それをですね、外に出してしまったら、ただの失礼なやつですからね。ただの失礼なやつ。うん。それは怒られて当然ですよって話なんですよ。はい。だからこそですね、ここがスタッフの一番のですね、ミスだと僕は思ってます。はい。スタッフも、まあ、欅坂46を元気いっぱいのアイドルにね、無理やりしたくないとね、これがこの人たちの個性だ、こういうもんなんだ、この子たちはって思ってるんであればですよ。あれば、もう絶対に外には出さない方がいいです。番組内だけでこんな感じで楽しんでますよ。こんな子たちなんですよ。これがね、この子たちの個性なんですよ。みたいな感じにして、放送して終わるべきだったんですね。はい。ただこの点はですね、もうスタッフの完全なミスだと僕は思っています。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わりです。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメント待ってお願いします。どうもありがとうございました。